私が試練したのって24日だったよね。なんで26日？丸1日寝込んでたの？ことかちゃんのビンタで？試練の疲労もあったのはわかるけど、24時間はさすがに寝すぎだよ。ってことはことかちゃん丸1日ずっと私の面倒を見てくれてたの？どうりで疲れてそうな顔してたよ。ソフィアさん、一応明日に旅館を出ることが決まりましたので、身支度をしてカナさんが運べるようにまとめておいてとのことです。私は1日サボったし、同じミスをしないようにしないと。1日2日でどうにかなる問題じゃないのは重々承知だけど、現状のままもちょっとまずい。せめて少しでも一睡能が使える状態にはしておきたいな。メディア奪還で動いた場合、役に立てるように。お客様、おやめください。ああ、終わりっす。もうこんなにも働かずに店を開けて。もううちに仕事は来ないっす。死んで詫びるしかないっす。まだメスはいるってことはパトは死んでない。よかった、順調だといいんだけど。また誰もいないと寂しいし、今日はせっかくだし、部屋の中で試練をしよう。一日無駄にした分、時間ある限り試練に挑まないと。ダメだって、これ以上ことかの大家訓練は続けられない。メディアに任せよう。そもそも私たち二人とも誰かに教えるのは得意じゃないんだからさ、暴走するって分かった以上、最善の教えをできない私たちがむやみに教えるわけにはいかないよ。一度失敗をしたから次は同じ過ちはさせない。一緒に考えてあげようよ。それにことかちゃんが嫌がっているならまだしも、彼女自身まだやる気がある。止めるなんて。それにかなでさんはできるようになったよ。私はみんなができて自分だけ役立たずって思う苦しみを知ってる。力になってあげたい。見てください。胸や股を光らせれば全裸でも隠せるんですよ。そんなところ光らせて何の意味があるんや。本当、どうでもいい時にどうでもいい人の方が覚えが早いって何なんだろうね。一週間遅いんだよ。とりあえず近道行為はなし。今のことかはオーラ量が少なすぎる。まずはオーラを把握させるために自分自身のオーラ量を増やすことからだよ。白が奏でみたいに全裸が全だったり、全裸逆立ち、自身の体を全裸で触りながら感度を高めて感覚を鋭くする、みたいな方法を試させるなら私は止めないけど。いいの、本当にさせるの。ごめん。無理、しかもどれも信憑性ないし、どんな手段でもやりますよ、私は。それでオーラを把握できるなら、かなでさんがやったことすべて実践しますよ。できない以上手段を選んでる立場ではないので。いや、本当に信憑性がなくて。でも、成功例が目の前にいて。わざわざ脱ぐ必要はないよ。脱ぎたいなら止めないけどね。ことか、焦るのはわかるけど、物事には順序っていうのがあるんだよ。それに適性だってあるし、私たちにも得意不得意がある。ことかは今順序通りじゃない。その上オーラの適性はない。かなでも順序無視してるけど、オーラ適性が高かった。適性は必ずあるからさ。まずはそれを認めてから方法を探そうよ。そこは一緒に考えるからさ。かなさんの言う通りですね。これ以上皆さんにご迷惑はかけられない。本来才に恵まれてなければ数十年かける人もいること、焦らずに皆さんの意見を聞きましょう。よろしくお願いします。私は皆さんを信じます。焦らない、冷静に、私は皆さんと比べても圧倒的に劣っているのだから。さて、次はどうするか。過去の再現ということは明確なゴールが存在しないことは分かった。何をすればいいんだろう。一番すぐ思いつくのは私が死なないようにすること。当たりだけど。そうだ、以前は言うことを聞いてパトのところに行かなかったけど、私が直接パトと会ってフライングで専属し、それが麦でのメリアを抑制させれば私死なないじゃん。この時代の私なら一睡能を使えるし、頭脳は今の私だし、結構いけるのでは。ソフィア様、勝手に移動しないでください。待ってください。待てフローも結局ついてきたの。私一人で十分なのに。なりません。ソフィア様がどこに向かうのかわかりませんが、もしパト様のところだった場合、私は全力で止めなければ。止めるだけなの。守ってくれないんだ。もちろんお守りします。教育係ですから、私は大事な役割を担っている責任というものがありましてですね。私、この方角なら帝国まで一つ飛びだね。誰も私を止められないぞ。ここは神聖エルフ族の星であり、パト様エウレカ帝国の領域、あなたがいていい場所ではありませんよ。フロー、一体誰に話しかけてるの？移住者をお持ちのようだ。さすがは多くの神王を生み出している神聖エルフ族。ごきげんよう帝王神候補ソフィア、神王フロー、お二人で散歩かな。お答えする義務はありませんね。立ち去っていただかないとパト様にご報告させていただきますがよろしいでしょうか。すまないがここの地に足を踏み入れている許可は得ている。パトよりも地位の高いお方からね。帝王神メルトリア、ソフィアが指示を無視しないか監視するように言われている。ここが帝国と最短の地、ここさえいればどの方角から帝国に向かおうが追いつくからね。
残念ですがソフィア様は現在この時まで帝王様との約束を違えておりません。いらぬ心配です。用がなければご帰還願います。お隣の惑星からでも監視はできるでしょう。主への強い信頼、専属神でもないのにここまでの忠誠、もったいないね。ソフィア、従者は忠実だ。だけどその主はどういう意図でここまで来たのか、その答えを聞かせてほしいね。ソフィア、君に聞いているんだ。まさかそこの従者が君の代弁者ってわけでもないだろう。ソフィア様、戻りましょう。このような無礼な方と話すことはないです。本当、性格の悪い試練だ。ごめん、私はパトに会おうとしてた。だからここまで来た。ソフィア様、なぜそんな、あと少しの辛抱でパト様と添い遂げることができるというのに。ははは、やっぱりそうだ。君は本当に浅いね。何をそんなに焦る、私たちにとってそう焦る時間でもないでしょう。教えてあげましょうか。君に残された時間が多くないと、知っているからだろう。死を悟った生き物の行動、生にすがりつこうとあがくように動く君の行動、浅はかで滑稽さ、メディアにはもったいない指令だ。私が代わってあげたい。隠す気がないんだね。隠す気がないくせに私を殺す役割をメディアにさせるなんて、性格が悪いにも程があるんじゃないかな。メルトリア一族、いくらメルトリア一族でも身勝手が過ぎる。直ちにパト様に報告し、様を始末してもらう。黙れ小物、誰かにすがらなければ猛威も触れない哀れな神王。これで互いに後戻りはできないな。ソフィア、一度体感してみたかった。お前の意識を、見せてくれ、世界の最下。本当、クズの集まりだ、メルトリア。お前らみたいなのがいるから、不幸が生まれるんだ。神格解放。存在ごとぐちゃぐちゃになれ。意志水の、眠るの敵や霊物地強く目的地比例性与動を連横が補修んだが定番重ねる積分箱もつねる坂亀もつねる生育や言語ともつねるタスクマルン坂数もつじ近い上に分坂積分はもつねる仮地場目を覚む肥料は水後連死。意志水能、扱う言語も意志と来たか、まるでエラーのようだな。細胞の帰り、いや、細胞が異質に耐えきれずに歪な現象を起こしているのか、この世界の法則ではないな。実際に受けてみると興味深いものだ。解明したいところだが、そう悠長なことも言ってられないらしい。一水の、帝王神メルトリアですら私を完全に殺すことは不可能だったんだ。負けない、死なない限りあいつの体を永遠とぶちゃぶちゃに。まさか私、死んだ？確かに今まで生まれてきてから一水脳を最大限まで使うことなんてなかった。使うとしても少々、実際その程度でも神王クラスを倒すには十分な必要だった。もしかして私が死ぬ条件って、一水脳の上限オーバー。試練を始めて1時間も経ってない。つまり試練内の1日は1時間程度だと見ていた方がいいね。つまり、最後の日まで過ごせば7時間、逆に試練初日で動けば時間はかからない。そこでいろいろ試してみる必要があるね。どうしよう、一水脳、これは私が思う以上に扱いきれない代物かもしれない。一つ封印を解いたところで私が自滅する確率が増えるだけ。別に不可能支配だけでも十分戦える。別に帝王神候補にすがるつもりは一切ないから、このまま一水脳は封印しててもダメだ。そうやって今まで無理やり一水脳を使って私の身を壊してきたんだろう。一つでも解いて負担を軽減しないと。私が帝国に向かうのは帝王神候補序列後やるねとの撃破必須だけど、一水脳のキャパオーバーで倒す前に私が自滅する。戦う以外の方法を考えないと。なら私が直接出向かない方法、文通はどうだろうか。おそらく直接パトのところに届く可能性は皆無だろう。なぜならメリアがそれをパトよりも先に妨害するから。ならメリアだ。コンタクトを取るのはパトではなくメリアにしよう。そもそもメリアが私に連絡してくるまでの間、それはおそらくメリア自身が悩んでいた時間でもあるはず。パトじゃなければ問題ない。パトでなくともメリアを止めれば問題ない。メリアがメルトリアの指示に躊躇して少しでも後回しにしてくれるだけでもいい。なぜなら私が欲しいのはメリアに殺されるという結末を変えるだけでいいのだから。今すごく感度ビンビン丸ですよ。今私はすごく自身の体のことがわかる。この咳止められていた何かが全て放出しそうな何かを。よくもまあ数日の間全裸で焦らしプレイ続けられるわ。変態的オーラ発光とでも名付けようかな。ステップ1、まずは生まれたままの姿に。体を清める時も全裸です。恥ずかしいことではありません。ステップ2、できる限り無駄な要素はなくしましょう。脱水空腹状態が1、余計なものはノイズでしかありません。ステップ3、ひたすら体の感度を高め常に維持しよう。発散したらダメ。ステップ4、体力や脳、性欲が極限を迎えると何かしら発散を求めてオーラがなぜか発散されます。するとあら不思議、オーラが扱えます。あんなオーラを得る代わりに何かを失ってそうな方法だけど、本当に手段を選ばないつもり。ごめんなさい、さすがに無理です。
ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。